バスケですね。すずさん、はい、もっとできるよ。いや、それやんなきゃな。まだいいもん持ってますから。どうもこんにちは、シンデレラメンバーのすずです。はい、どうもこんにちは、鬼面接官で有名なセカリチです。はい、ということで今回はセカリチさんに来ていただきました。セカリチさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私初めてですよね。ワンオンの面接は初めてでございます。ですよね、はい、ちょっと集団はありますね。はい、緊張してるんですけど、あ、今日は私の ES を見ていただきたいなと思って、はい、そう、私も就活を本格化し始めました。おー、しくしく去年からずっと就活やってる身なんですけど一生就活します。一生就活してるんですけどということで、あの本格化するにはだって一回みなみさんにもう徹底的に検索していただきたいなと思って、はい、今回私のES を持ってきたので。え、いいんですか、本当にいいんですか。はい、大変なことになりますよ。怖いなと思いつつ、私のES公開するのは初だと思いますよ。確かに。それ求めてるかどうかちょっと、いや、もうみんな求めてますよ。はい一旦ちょっとESを詰めていただきたいなと考えております。承知しました。よろしくお願いします。お願いします。自己 PR は私が話して、丸バツを挙げていただいて、なるほど、じゃあこれで話すわけですね、はい、フィードバックしていただいて、フィードバック誓って、また丸バツ出して、はい、フィードバック、志望動機、丸バツ、フィードバックの流れになっております。わかりました。ということで、早速自己 PR の方から発表させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私の強みは行動力だというふうに考えております。私はこの力を生かして大学時代に2つのことに挑戦しました。まず1つ目が学生団体の立ち上げで、2つ目が就活 YouTube のインターンでの経験です。一つ目の学生団体の経験は、友人が LGBTQ で悩んでいたことから、私が何か行動に移したいと考え、 LGBTQ の人たちの知識を広めていけるような活動というものを行う学生団体を設立いたしました。二つ目の就活 YouTube のインターンの経験は、私自身とあと友人が就活で悩んでいた経験、悩んでいたことから、彼らに向けて何か力になるようなことをしたいなと思い、就活 YouTube への出演を決意いたしました。で、就活 YouTube に出演するだけではなく、その後そのままその会社にインターンとして参加させていただいて、1年半で約100本の動画を作成し、このチャンネルを登録者を6万人増加させる一助となりました。まあ、この2つの経験から私は行動力が自分の強みだと考えております。以上、私の自己 PR になります。はい、ありがとうございます。発表、はい、終わりました、はい、発表します。はい、三角です。三角、三角です。いい面もあるし、はい、改善するべき点もあります。はい、両方あります。というわけで、じゃあフィードバックしていきます。はい、まず最初に面接官 ES を読む側の人の気持ちになりましょう。はいはい、例えばすずさん、はい、3年後とか5年後とかに ES を読む側になるんですよ。はい、1日30件とか50件とか、うん、ES が並べられて、はい、この中から評価しようと言われたら、で30番目の人何言ってたかなとか、40番目の人何言ってたかなっていうふうに詳細に記憶できますか。できないと思います。これ 100% できないんです。はい、なおかつ面接において、はい、朝9時から、はい、夜18時まで一日中面接をしていて、はい、10番目の人何言ってたかなとか、15番目の人何言ってたかなっていう、全部詳細に記憶できますか。できないと思います。これ、ね、100% できないんですよ。うん、つまり何が言いたいかというと、面接官とか ES を読む人っていうのは常にお腹いっぱいな状態なんですね。うん、満腹なんですよ。満腹な人に料理を出し続けたらどうでしょうか。はい、もう食べれない。食べれない。はい、つまり何が言いたいかというと、これだけ覚えてくださいっていう1行2行、うん、これですよ、これ覚えてくださいよっていうのが最初に来るべきです。はいはい、で後半の方って体力切れてるんですよ。はい、ES も最後の1行、最後の2行まで完璧な集中力で全部覚えられるかっていうと覚えられないんですよ。はい、なんでこれだけ覚えてねっていう結論ファーストは最初に欲しいんですよ。なるほど。で、そうなってくると、この ES は結論ファーストが最初に弱いんですよ。この2つが弱い。弱い、2行が弱い。はい、ふわふわしてるんですよ。うん、なんでエピソードは正直1つの方がいいと私は思ってます。なるほど。1つだし、はい、成果ファーストで持ってきてください。はいはい、これを覚えてくださいねっていう具体的な固有名詞とか数字が最初に欲しい。はい、でこれを覚えてくださいっていうね、 YouTube6 万人の人って覚えてくださいっていうふうに最初に持ってこないと覚えられないんですよ。30人から見てくれる。なんで中身はいいんだけど表現の仕方が良くないっていうので3個です。はい、他にもいろいろあります。はい、最初のつかみってめちゃくちゃ大事なんですよ。はい、ES も面接も。で僕すごい気になったのが、最初にこう強みっていうプログラムをもらった時に考えておりますっていう言葉でが最初に来たんですね。はい、これすごい弱いんですよ。あ、ごめんなさい。はい、就活ってある意味恋愛みたいなもんじゃないですか。はい、ある意味告白みたいな、はい、ところなので、逆の立場になってください。はい、例えば結婚してくださいっていう時に、はい、結婚してください、幸せにする
かもしれませんで、すっごい弱いんですよ、はい、だから正直自信を持ってほしい。はい、あ、前も言いました、それ同じこと言われました前も、はい、考えておりますは禁止です、はい、不安になっちゃうので、はい、変に不安にさせる必要はない。はい、次、仮にもし ES をエピソード2つ書くとしたら、はい、丸1何々丸2何々っていうふうに分けてあげた方が読みやすい。あ、なんかあんまりそういうのってちゃんとした文章じゃないじゃないですか。1つ目はとか2つ目はとかって書く分にはいいけど、い丸1丸2の方がいいと思います。1つ目はって文字数もったいないんで、丸1なんやに丸2なんやに方がいいよ。それは普通になんか文章としてなんかこの人ちゃんとした文章書けないなとかって思われる。思われないです、思われないです。むしろこっちの方が読みにくいです。区切られてない方が読みにくいので不親切だなって僕は思います。はい、あと気になったのは学生団体の方で結構その最初のつかみってすごい大事なんですけど、はい、なんか設立で終わっちゃったんですよ。はい、で設立で終わると、それって別に設立で終わるって価値あることなんだな、はい、設立して何をしたのかが大事なので、はい、なんかそれはすごい弱いなと思いました、はい、で僕だったらですけど、僕だったら分かりやすいのはすずさんの最強の強みっていうのはやっぱりこの動画を作ってきた経験値と再生回数とチャンネル登録者数の数字の部分は、それ自分だけの強みじゃないですか、はい、それ自分だけの強みはこれ最初に持ってきた方がいいと、はい、これ真似できないので、はい、でエビデンスもあるし、はい、と思いました。はい、これね、もっと、ね、具体性を上げた方が良くて、うん、僕だったらチャンネル名も書きます。あ、書きます書きます。じゃないと覚えられないんですよね、はい、なんか就活 YouTube ってふわっとした言葉じゃなくて、うん、まあ、旬ダイアリーっていう具体名を出してくれた方が、うん、面接官によっては YouTube ちゃんと見てくれるし、はい、でちゃんと3面出てるじゃない、うん、だからちゃんとしてる人だなって思うので、うん、1日30人面接見た中ですごくはっきりと覚えるんですよ、はい、そんなこと就活生他にいないので、はい、っていうな、自ら強み持ってるのに、その強みの見せ方がすごい下手くそだなっていうふうに思いました。はい、いや、正直僕だったら、一人でやりましたって人よりも、チームを引っ張ってきましたの方が魅力的だと思うんですよ。はいはい、だから、チームでその信頼関係を築いて、高いモチベーションの組織を築くことができます、みたいな方が、僕は信頼できます。うん、学生時代にこのチームでこれができたのであれば、入社後もこれができるのだろうっていう想像ができる。うん、だけど、一人でやりましたっていう話になっちゃうと、再現性ないんですよね。たまたまかもしれない。なので、チームの話をもっと書いた方がいいです。はい、わかりました。なんか素材はいいので、あとは、うん、あの盛り付け方です、はい。はい。食材はとてもいいので、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、私が学生時代に最も力を入れたことは、就活 YouTube でのディレクターでの経験です。旬ダイアリーという就活 YouTube を運営しており、1年半で6万人から12万人に登録者を増加させました。私がこの中でやったこととしては、チャンネルにファンをつけるということです。当初はチャンネルに出演する学生が毎回違う学生で、チャンネルにファンがついてない状態でした。YouTube を伸ばす上ではここが必須であるということを、他のチャンネルを研究しながら気がつき、定期的に出演してくれる学生の発掘に最も私は力を入れました。当初は2名の学生を集めてその学生に出演してもらうってことをしていたんですけれども、視聴回数が平均程度でコメントも平均以下ということになってしまい、チャンネルのにファンをつけることに一度失敗しかけました。で、そこで私はファンをつけるために必要な要素を他のチャンネルを研究しながら洗い出して、その要素に合う学生を見つけるために社内平均の10倍以上の学生と面談をいたしました。結果3名の学生を発掘し、その学生が出演する動画は社内平均の5倍以上の約5万回から10万回の視聴回数、コメントも社内平均の5倍から10倍となり、チャンネルのファンをつけることに成功しました。その結果、登録者は6万人から12万人に増加することができました。以上のことから、私が大学生時代に最も力を入れた経験は、就活 YouTube でのディレクターの経験とでございます。以上です。ちょっとボロボロだったんですけど。はい。はい、お願いします。では、判定を発表します。はい。バスですね。スズさん、はい、もっとできるよ。ちょっとボロボロでした。You can do it。 はい、スズさんはもっとできる人です。はい、足りないのはですね、 YouTube 動画のディレクションと出演者とかチームメンバーとかコミュニケーションはバッチリなんですけど、はい、ES というお皿に料理を盛り付けるのが絶望的に下手くそです。素材はいいんですけど、素材はいい、面接も私なんとなく得意なんです。いや、正直下手です。下手です。つまり、スズさんに足りないものなので、バカずんですね、はい。具体的にフィードバックしていきます。はい、根本的にですね、すさまじく疑問だったのは、全体的に通して、私一人がやりました感がすごい強いんですよね。で、いや、正直言うと、いや、一人じゃないやろっていうふうに思っちゃった。
で、仮に一人で YouTube チャンネルをゼロから6万人増やすことができる、うん、ドドドとしたら自分で起業しちゃった方がいいよっていう、うん、まあ、ガチでアドバイスする、うん、サラリーマンやってる場合じゃない、うん、それ才能があるから YouTuber として頑張った方がいい、うん、っていうフィードバックがあって、もう就活は終わりなの、はい、まあ、一人じゃないと思うんですよ、うん、だって編集は編集者がいるわけじゃん、はい、だから一人じゃないはずなんですよ、はい、だけど全体を通して一人っていう感じが出たので、なんかどっちかなんですよね、一人って言い張ってるのか成果が嘘なのかどっちかっていう風になっちゃう、一人じゃない、いっぱい人がいるんですけど自分のことしか書いてない、そうだから良くないですよ、僕がこれ本当にフラットな目で来たら多分バスになします、なんで、はい、簡単に言うとチームメイトとの関わりとモチベーションとかビジョンとかっていう部分をちゃんと書いた方が良いです、うん、次、社内平均っていう言葉がすごい出てきたんですけど、社内平均はめちゃくちゃ弱いですね。例えばここその特徴に当てはまる学生を見つけるまでに、私これ30人ぐらいと面談したんですけど、うん、30人と面談しましたっていうよりかは社内平均の10倍以上の学生と面談をしましたっていうふうに言った方が、社内平均がそもそもしょぼい可能性があるので視野狭いなって思っちゃう、視野狭いと伸びしろがないって思っちゃう。で30人って言った方がいいですか？いや、その人数の問題じゃない、ここ大事じゃない、僕が感じるのは、うん、まあ、定性的定量的両方と思うで言ってほしくて、まあ、定性で言うとその就活 YouTube の早期といえば一緒になりっていう面と、うん、定量的な面で言うと僕だったら再生回数と総再生時間の方を言います。っていうのも YouTube6 万人伸ばしましたってそれ自分一人だけじゃないでしょってなっちゃうんですよ、はい、全動画の中じゃん、はい、っていうので、これ一人じゃないじゃんって分かった瞬間にめちゃくちゃ違和感があるんですよ。すずさんが全てのサムネに出ていて、すずさんが全て出演してるならこれは誇っていいんですけど、うん、そうじゃない、うん、なんで担当者動画の再生回数とか総再生時間の方が一回足してみたらいいじゃないですか、再生回数と再生時間、はい、多分凄まじいことになると思いますよ、はい、どのくらいいくって数千時間とか、うん、数千時間の結果出してる人っていないから、もう日本ナンバーワンです、間違いない、学生ナンバーワンです。広い視野っていう意味で言うと自分の出した動画もそうだし、そのノウハウを他のディレクターとか他の編集者さん、はい、自分の領域だけではないところにも目がいっていて、はい、全体で底上げすることができますよっていう話が欲しい、うん、まあ広い視野ってことですね、要するに、うん、広い視野、つまり社内平均で比べるのはめちゃくちゃ弱いし、うん、自分さえ良ければいいっていう風な印象になってしまう、うん、からすごいなんか嫌なやつに見える、うん、そうじゃなくて全体をちゃんと見て自分だけの領域じゃなくて他の人の気配りもして底上げをすることができるし、チャンネルに関しても、 もう就活チャンネルジャンルを知ってるのはもちろんのこと、他のジャンルのことも就活チャンネルに活かせないかっていうので広くジャンルを知っているっていう、この広い視野を持ってるっていうのはすごい弱いです今は、うん、で、まあ映画と一緒で失敗して挫折してへこんだ、そこから努力をして壁を乗り越えて成果を残したっていうこのギャップすごい大事なんですね、はい、正直これを見ているとこの失敗した挫折のこのへこみがめっちゃ弱い、確かに分かんないですね、どれぐらい弱いです、めちゃくちゃ弱いですね、だからなんか本当にこれ挫折失敗だと感じているのかなってすごい疑問でした。でここに乗り越えた時に使った武器が自分の本質的な強みなんですよ、ね、強み武器、これをこのダメなところから乗り越えました、その武器が見えてこなかったです、はい、まあいいもん見てますから、破壊的に下手ですよね、下手です、はい、なんかね多分もっといろんな人に見せた方が良くて、うん、でフィードバックってバラバラなんですよ、つまり読む側も感想バラバラなんですね、はい、10人いたら10人違う感想を持つので、なんでそれに慣れた方がいいというか、うん、正解がないので最後は自分で決める必要がある、はい、僕ももちろん正解じゃないですし、一旦今もらったアドバイスをもとにまた作ってみて南さんにまた見てと、それに並行して他の人に広く見てもらった方がいいと思います、はい、まあ正解はないので最後は自分の決めの問題になります、うん、でも話しても自分あバラバラだなって思ってました。今思ってるのはもったいないですよ、自信はないのかな、自信あるんですよ、多分自信あるの、あるなんていうかうまく話せない、単純にバカず丁寧だと思います、そこはまあでも社内にいっぱいメンバーいるし、それぞれにお願いして2、3卒のメンバーの方々、ね、見てもらって模擬面接してかなり強い厳しめにお願いしますって言って、はいはいはい、キーちゃんとも応募されて、いやそれやんなきゃな、それやってもらいます、ちょっとキーとやってもらってないです、今むしろやってもらってないです、なんかインス見てもらうことはしてるんですよ、ただ面接はやってもらってないです、だから、ね、自分の頭の中でいろいろ考えていろいろエピソードとか出してるつもりなんですけど、それを実際に言葉としてどうやって伝えたらうまく伝わるのかとか、言葉に出した時にそれが本当に相手の心に響くのかみたいなところはまだやってないです、それは大問題ですね、もうすぐ、はい、来週からやってもらいます、はい、まあでも就活が人生は全てじゃないので、まあ、でも一旦そこ乗り越えなきゃいけないので、あ本当ですか、はい、だとしたら矛盾してますけど、もっと頑張った方がいい、私は、はい、はい。
まあもちろん広い世界なので、はい、もちろん YouTube だけじゃないし、世界は就活だけが人生じゃないし、広い世界を見てほしいんだけど、はい、以上です。ありがとうございます。ちょっと次に志望動機に伺います。はい、了解しました。志望動機をちょっと嫌だなって感じなんですけどじゃあ架空の会社 の福田 TV という、はい、メディア系の会社の前提でいきます。はい、はい、私が御社を志望する理由はまず業界の志望理由なんですけれども、私は人の疎外感とか孤独感を除く仕事をしたいなというふうに考えております。そう考えている理由としましては、私が中学時代に疎外感とか孤独感を感じた経験があり、その時にアイドルのドキュメンタリー番組を見て努力してる姿を見て私も頑張ろうというふうに勇気づけられて、でかつその孤独感とか疎外感っていうのを軽減された経験から、私のような同じ思いを今の中学生にしてほしくないなっていうところで、疎外感だったりとか孤独感を除く仕事をしたいなと考えております。でその手段としてエンタメをやりたいなと思ってるんですけれども、その中でも御社を志望する理由としては、まず御社の提供するメディアのターゲットが10代だったからというところと、あともう一つ社風がございます。一つ目のターゲットとしては、私がメディアをやりたい中でも中学時代に苦しんだことがあるので、特に10代の方に向けて動画を作りたいなと思っていて、御社の社員さんに社員訪問させていただいた際に、御社の提供するメディアのターゲットが10代というところで、私もその世代に動画を届けたいなと思っているので、御社で動画を作りたいなと考えております。次に社風の面なんですけれども、挑戦を通してくれる環境っていうところと、あと一緒に働く仲間の熱量が高いっていうところがあります。で一つ目の挑戦を通してくれる環境でいうと、行動規範にもある通り若手の台頭を喜ぶ組織で、年々序列は禁止という行動規範があったりだとか、あと実際に社員訪問した際にも手を挙げれば挑戦させてくれる、成果を伸ばせば年齢に関係なく大きな仕事を任せていただけるということを聞いたので、挑戦の場をくれる環境だなということを感じました。またそのような環境が行動先行型の自分には最適な環境だと考え志望しております。一緒に働く仲間の熱量が高いというところでいくと、これまで私が YouTube の動画を制作する中で30社員以上の方々と関わってきたんですけれども、その中でも一番熱量が高いと感じました。でこれは一人一人の業務量や裁量権の大きさと、あと会社への愛から伝わってきたので、御社を志望しております。以上です。はいはい、一旦これで。ありがとうございます。じゃあ、いきますね、判定。70% です。これ70% 丸。先生、優しすぎませんか、皆さん。7割丸です。3割バスです。はい、丸の理由とバスの理由を教えていただきたい。はい、簡単に言うと、丸の理由は、具体的な自分の体験に基づいており、本心で語られていたので、そこは丸です。悪い志望動機。でまんまコピーできちゃうような抽象的でふわっとした内容ってみんな結構書きがちなんですね。減点を恐れてしまう、上回り抽象的な話ばかりになってしまうと、そうなってくると何も覚えられないんです。こっちはもう右から入って左から出て終わりみたいな、はい、そうじゃなくて自分の体験で自分の具体的な言葉で書かれているのはベリーグッド。改善すべき点はですね、もっと具体的に深いものを持ってるはずなのに、なんかすごい抽象的でふわっとした言葉で逃げてる部分があって、すごいもったいないないなって思いました、うん、どこで感じました？いっぱいあります、はい、じゃあ上から順番にいきますと、はい、中学時代の自分の経験はベリーグッドでございますので、はい、これはもう出してください、はい、僕だったらこれ具体的な番組名出しますね。あっていうのも、もし僕が知ってる番組だったら覚えるんですよ。何々の番組でこう人生勇気づけられた人っていう、はい、で覚えると要は30人学生っていくとすごい記憶残るんですよ、はい、だから具体的に番組出した方が良いです、うん、どこまで出すかは難しいんですけれども、うん、なんかまあ短くキーワード的に覚えやすいので、はい、で次、御社の事業が10代向けですって話はもう知ってるよって話なので、はいはいはい、わざわざ言わなくても大丈夫です。なるほど、はい、普通すぎるところだ、はい、と思いました、はい、社風のところで今の社員さんと何人いっぱいいました？今の時点で応用の目的で話したのは6人ぐらい。30分以上の1対1の話を6人。30分以上の1対1の話でいくと6人ですね、うん、6人です。6人してる割にはすごいふわっとしてるんです、内容が、はい、何聞いてたっていうふうに思っちゃう、うん、もったいないけどあるはずなのに。なんで行動規範とかも弱いんですね、すごい。だからこれってまさにコピーできる話じゃないですか、はい、他の人もコピー全く同じコピーで使えちゃうので、はい、前僕だったら出すし、どんなことを言ってたのかっていう鍵括弧でセリフを書く、僕だったらそれが具体性になって、だから多分覚えられるとスーさんのこと、はい、それがないと20人30人面接してる中でみんな同じこと言ってくるので、はい、だからワンのセリフになっちゃって終わりなんですよ、はい、だから社員の名前と鍵括弧でセリフは入れてください、
はい、次、まあ、これ次良い面なんですけど、はい、30社以上を見てきたって話はすごい良くて、はい、ただダメな点は関わってきたっていうワードがこれめちゃめちゃダメで、はい、すごく弱いんですよ、はい、なんで言うとしたら YouTube 活動でその30社以上の案件を実施してきてぐらい言った方が分かりやすいんですよ、はい、クライアントとちゃんと喋ってますよっていう風に、はいはいはい、その経験がある人って学生で多分 1% ぐらいじゃないわけよ、はい、30社以上のクライアントと喋ってきてる、はい、そういう経験があるのに、なんかすごいあえてダメな書き方だ、うん、いい食材持ってるのに盛り付け方が下手くそです。はい、で最後の一行の締め、これは一人一人の業務量と裁量権の大きさと会社への愛の差から伝わったっていう一行も抽象的すぎて価値ないんですよ、うん、なんで、まあ、これを伝えるのであれば社員訪問を通じて社員が言ってたセリフがあれば分かる。で、まあ、具体的なセリフ大事だと。なんで文字数限られてるんで、6人から聞いた話の誰のどの1行2行を採用するかっていうのは自分で決めた方がいい、はい、で自分一人で悩んでてももしかしたら無意味かもしれないので、うん、友達に頼る、いろんな人に見せるのがいいと思います、はい、以上ありがとうございます。では以上3つ、はい、自己 PR、 ガクチカ、志望動機3つ、はい、フィードバックさせていただきましたけれども、どうでしたか？やばいなって思いました。じゃあどうしますか今後？とりあえず来週欲しい日、はい、ゆかに面接練習をして、おすごい、いい、とりあえずブラッシュアップします。次、皆さん、すずさん頑張るそうなので皆さんも頑張ってください。頑張ってください私落ち込んじゃったから皆さん優しくなっちゃったいや今思ってるんで、はい、盛り付け方存在です、ね、はい、じゃあ読み取る皆さんもここからまた本番なので頑張っていきましょう。というところで次も面接お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ